まばゆいばかりに金色に輝くタクシーが登場しました。金色に輝く車体にエンタメタクシーの文字。パチンコ、パチスロホールなどを運営するエンターテインメント企業玉越が今年創業40周年を迎えたのを記念して、名古屋の富士タクシーとコラボした1台。このエンタメタクシー、見た目のインパクトだけではありません。まず乗車記念のおみくじを引けます。早速試してみると、小吉、小さくてもなんだかんだ言って吉。さらに安頓や車体には無料と記されています。12月までの毎月第1金曜日は、毎月エリアを変えて観光名所や人気カフェ、ショッピングモールなど、玉越のスタッフが厳選したエンタメスポットまで無料で乗車できるサービスも。乗客第1号は、玉越が制作に関わるアニメに声優として出演している元 SKE48 の館美希さん。まばゆいタクシーに乗ってこの笑顔。エンタメタクシーは料金は一般のタクシーと同じ。予約はできず、今日から名古屋市内とその周辺エリアの一部を走っています。見れば、そして乗れば幸せになるかも。